クス根は、大阪府東大阪市の旧地域名。おおむね東大阪市立クス根中学校の学区、及び、東大阪市立シギ中学校の学区の一部に、あたる。本校ではおおむね同地域にあった、中郷地群クスノ村、クス根町についても述べる。おおむね稲田上町、稲田新町、稲田本町、稲田三島町、徳安本町、 クスノキネ、河、ね、又本町、川又、長谷西、長田中、長田東、西堤、西堤西,西,西、西定クスノキ町、西堤本通り西、西堤本通り東、西堤学園町、富士都心殿、長田、奈良県屋の各町長に相当する。東大阪市北西部の大胸中央大通より、北、大阪東線より、東、 大阪中央環状線より西の地域に該当する。古代には当地に河地湖があり、大和川水系からの土砂が堆積した後も低湿地であった。深海池や楠川、ひ江川が合流する地域にあたり、大雨や洪水で冠水の被害が頻繁に起きていた。1704年の大和川の付け替えにより、当地域にも新たに広大な敷地ができた。それらは、 菱谷中新田橋本神殿川又神殿などとして開発された旧屈の木根町は当初より旧稲田村と橋本神殿の地域が飛び地として分かれていたその間を旧菱谷川川床を開発した菱谷東神殿がありそこは旧井木部村の一部であったなお市町村西市工事に隔てられた南北の地域が 一つの自治体となった経緯については不明である。現在は鉄道や大規模幹線道路の開通や区画整理によって旧市町村の境界を特定するのは困難な状況である。地域全体にわたって平坦であり、大半は旧大和川水系流域を川違いにより、神殿開発された場所で現在も地名として残っている。また、このあたりは低湿地で、 地盤はおおむね軟弱な粘土質であり、地面を深く掘ると水が湧いて出てくる。農業は基本的には今作には不向きであり、麺やレンコンなどが栽培されてきたが、戦後は住宅地、工業地としてほぼ開発され尽くした。東大阪北インターチェンジは三島町に所在する。かつては大阪中央環状戦争用、水田や青線の路線バスが通っていたが廃止されている。 おおむねかつての橋本神殿、菱谷中新田であった地域。現在は橋本の名称は交差点名のみに残っている。この辺りは大阪市鶴見区の地域や高日の稲田地域を含めて通称特安と呼ばれる。枝切れ街道と呼ばれる旧街道に沿ってできた古い村であり、JR 特安駅の周囲一帯で古い住宅や商店が雑然としている。古くから 都市計画に基づく再開発の計画こそあるものの実施される見込みはない。主な施設、旧石駅の西の商店街にある特安駅前郵便局三井住友銀行支店は大阪市鶴見区に所在する。おおむねかつての稲田村であった地域。稲田本町あたりは古くからの集落があり、稲田新町あたりは規模の大きな商業施設や中小工場が多い。 主な施設、旧石大棟かつての川又神殿であった地域。主な施設、旧石大棟かつての長田村であった地域。中央大通より南が村の中心地域であった。他の部分は戦後に発展していった。七軒や長田中、長田東の広域は大阪市文具流通センターとなっている。主な施設、 旧石大胸かつての西筒美村であった地域。西筒美西は旧市ギタ神殿の地域となる。主な施設、旧石楠木根町に関するカテゴリー、楠木根村に関するカテゴリー。ありがとうございます。